皆さんこんにちは。1分レッスンにようこそ、ヴァネーサです。今日も私と一緒に新しい表現を勉強しましょう。今日は être à la bourre という表現をご紹介します。 être à la bourre、 être àLa bourre. Être à la bourre. 直訳したら bourre に言います。よくわからないですね。まず bourre はどういう意味か確認しましょう。Une bourre はマトレスなどの中に入れる詰め物という意味です。ぎゅうぎゅうに詰まっている場所にいる。動けない。日本の電車を想像しちゃいました。ぎゅうぎゅうに詰まっている、つまり混んでいるという意味です。混んでるから遅れるというわけですね。フランス人は遅れるとき Je suis à la bourre と言います。Je te rappelle après, là, je vais être à la bourre. Dépêche, tu vas être à la bourre. Il va être à la bourre.いかがでしたか? Ne soyez pas à la bourre! 遅れないように気をつけましょうね。それでは、またね! À bientôt!